ってきたんか。ちょっと待って、お前これさ、キリってさ、そっからこんなさそうやからもうこれで一度目立つわ。うん、はっきり言ってもうめんどくさくてもう嫌なっていた。あそこにおんの、まだ生きとるんかい。行きます、やだ、行くわよ、任せろ。オッケー、これで終わりだ。オッケー、どうだ、オッケー、死んだ。もうほんまやんとこいつ、ほんま。あ、しっかりまだいけんのか。まさか、これで終わりだ。あ、ま、やる方法が間違えた。これで終わりだ。お、おめ、落ちかけたよ。死ねよ、お前。いかねえ。オッケー。今や。なんか。オッケー、どうだ、一匹であるだ。おい、あんなありか。オッケー、倒した倒した。片付いたわね。おし、片付いたのはいいねんけど、あ、こっちやったか。もうで、今度は何や、魔法の使いかいな。うわちょっと待て、ジェシカか、オッケー。やりすぎちゃうかも。やりすぎちゃって問題ないよ。強いよ、うん、集めてくるからね。マジイガデイ、あなたの助けよ。ありがてえ。おお、レベル上がった。もう小さなメダルゲット。まだお前おんのかい。まだ扉開いた。よっしゃ、越剣の間はこの先だ。ゼビオン王はそこにいるはずだ。おお、いい、ほんまによ。だがこれまでのことを考えればすんなり通してはくれないだろうな。そやるな、やはりな。何だけどこの先には進めないね。この扉はとてつもなく強力な警戒かけられてる。マジかよ。あ、クレティアの女王様はどう。魔法の得意な女王様なら何とかしてくれるかも。おお、確かにクレティア女王なら何か違法をご存知かもしれない。クレティア行ってみよう。はあ、こっから行くんかい。あ、ここで俺ね一旦びっくりした。もっともっと強くなってやるぜ。うん、よし、今回はここら辺で終わりにしようかね。どれぐらい経ってかは分からんけれども、うん、いや、まあこのまま進めていくかも。もう言わんっていうことを決めたからねいちいちめんどくさい。うん、奪還している最中のはずだ。さあ、激化の解き方を流暢に教えられているような状況かどうか。じゃあ、ついでにクリエイティアのタッグをみんなに手伝おうぜ。その方がいろいろ話が減そうだしさ。だな、クリエイティア人も喜ぶだろう。
それに戦い方出てからの方がお互い落ち着いて話ができるだろうしね。決まりね。それじゃあ早速キラウティアへ向かおう。よし、クレティアへ向かおう。その前に一旦ちょっとやるべきことだけやっといてね。うん、いつも裏でやってんねんけども、それがめんどくさいから次から次へとやってから。お、なんかリッカの矢では何かこちらを差し上げてくれるの。悪鬼の隠れ家と守りの迷宮いらねえ。メタル系のものが欲しいわ俺は。英雄たちの闘技場。あー、なんか嫌な予感がするこれこれは嫌な予感がするんだ。よし、うん、おる誰や、見てないから忘れ、わからんけど、これをラゼル授けよ。お、ならゾーマ、うん、飛翔剣回爆裂吸引効果その2。おお、すげええ、どんだけやねほんま。うん、塔のカードを習得した。ジェシカは無知攻撃装備時攻撃力プラス5。いいね。なんかめっちゃなんか来るんやけど、魔物スピリッツ、うん、横が良い。うん、魔物スピリッツとは何ぞや。一応見とこう。変身の時間が少し長くなる。少しか、結構長くなるやつは装備しようかな思ったけど、今のままでいいっすね。うん、うん、この方がいいね。魔術師の俺にはそれが一番かな。じゃあ先々進めていきましょうかね。他は何もなってたしね。あ、そうや、あとこっちのこれだけ確認してから行きましょう。 OK。 おーおーおお、ほう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 1300か、夢やねはっきり言って。今どんどん来る。あ、7万ならせんな、別にいらんねやな別に。うん、なんか変えるか、何変えようかの、なんかいるやつあったか。ラゼルちょっと、よし、うん、決定、うん、オッケー、飛んでオッケーね。あー、まだある、ご協力お願いします。結構残ってるんですよねこれね。うん、めんどくさいから後でいいかな思て。まあ今いいかも。お気をつけて。うん、じゃあこのまま進めていきましょう。じゃあルーラでクレティア周辺。オッケー、ルーラ、オッケー、ルーラやっていくよ。だいたいね27分前後でね、だいたい、うん、切れてるんですよね、いつも見るとね。だからそれぐらいでは一旦切れてまた再開になってるはずなんで、まあそんな感じでねやっていきましょうよし、バトルステージはねなかなか終わらんねえほんま。オッケー、もう悠長にあれがご視聴ありがとうございましたとか言ってる暇ないんでねうん、うん、ああ、あそこにいるのってん、誰かと思えばお前たちか。ゼビオンの街を取り戻したと聞いていたが、何故ここへ来た。実はね、双子の王と詰めようと電車のとは言ったんだけど、妙な結界があって進めなくなっちゃったのよ。それで、うん、なるほど、その結界を解く方法を我々に来たというわけか。だが見ての通り、まあそれどころではない。城を奪還した後に詳しく話聞くとしよう。お前たちも手伝いがいい。まあそうも聞きたいんやけどね。うん、魔物どもから取り戻す。おお、くそい、まずは魔物の扉を。イエーイイエーイ、ほっ、ヨウ様の、これで終わりだ。イエーイ、せいや、せいや、ギガレイン、ギガレインじゃい。いや、今何を考えとった、お前、お前やな、お前。おいで、
そう66回引くしたけれどもちょっと押したらギガレンジャーもうお前はこれで十分俺の勝ちだ。オッケー頼んだぜ。にゃーにゃーにゃにゃにゃギガレインじゃい。レインだけやったい。レインだけやったいやな。嫌なやつやわ。嫌なやつやわ。言いにくい。あ、じゃい、レイン。嫌なさは言いにくい。おーい、セーフ。オッケー。なんかクリティアの兵巻き込まれてなかったっけ。ランマシン2のあれに。あ、マトベナの方。うわ、こっちでもあんの。オッケー。ライデン。あ、ライデン出る。任せて。どうだ？オッケー。処理できたよ。赤。おい。危ねこれでいけたはず。オッケー。いや、武闘家が、うん、魔術師の次に使いやすいかな俺の中では。オッケー。まあ行こう。女帝の裁きを。女帝の決意を。おお、フェイ。びっくりした、いいよ。あ、もう。バギクロ。さあ、行くわよ。行こう。オッケー。うん。もう縛られた、あ、ジェシカが。あ。あ、やばい、ちょっと興奮なんで、すんじゃかんねえってな。オッケー、よいしょい、ほら、オッケー、全員やっていこう。うん、あー、無理か。あ、もう、埋まっとるか。はあ、なるほど。ほうほうほう。で、あとどこからやっていっているのかな。あそこか。うん、悪魔の番人違うわ、マトベラの番人な。うん、あ、うん、そういうパターン。オッケー、超早く下げる、いいね。オッケー、コンボマスター。まあこれやっとったらコンボマスターはいけるやろ普通にな。オッケー、これでイエイ。ラックにできた。おー、すげえ。あらかた片付いたか。うん、では玉座の間を取り戻すとしよう。おお、来た。大大大
ケー。じゃあ玉座の間を取り戻しに行くのね。うん、その前にめっちゃここでやられてるけれども大丈夫なの？大丈夫っぽいね。破毒のリング来た。おお、マジで OK。 OK、 セイセイセイ。扉の内側から結界をかけているようだが、わらわには通じぬわ。お、マジで、マジャスティス、マジャスティス。素晴らしいね。俺もマジャスティス使えるようになりたい。どんな扉でも開くやんならスターキメラ。なるほど、こいつ使っていこう。こいつ強すぎる。コンボマスターの称号さえ得るからね。オッケー、今や。そういえば今頃ジャイワールは大丈夫ですか？ジャイワールならジャイ、オッケー。あれや、安心して。私たちのやるべきことはまだまだ。さあ行くよ。おお、いけた。やっぱジェシカすごい。ジェシカさんすごいっすよ。あ、まだある。でもメガザルロック、あー、これはコイに来るの。そっちら辺の方やったか。オッケー、なったなった。これで、これより、うん、どうだ。うん、当てるやついいな。ちょっとそういうのやめような。うん、ドラゴンソルジャー撃破。ギリラのバニーが現れた。これだけ敵が増えよう。オッケー、どうだ。一人のブラズ片付け、美しい勝利を飾りましょう。あれ、あ、どこに現れた。あ、見た。やってしまったよ。うん、まあいけるでしょ。まあだいぶやったしね。うん、マダンテ、マダンテ、ミニアの必殺技みたいね。任せろ。任せて、行きます。あっち側か。なるほど、理解したよ。うん、もうちょっとでたまるね。こいついらんやな。うん、うん、何？面白い、面白いぞお前たち。え？よくぞここまで耐え抜いたものよ。一戦交えてみる価値はありそうだな。マジか。かわいい。お前たちからは不思議な力を感じる。もしかかってくるがいい。オッケー、かかっていったら
思議な力は関係ないの。まあ知らせるな。オッケー。どうだ。こいつ。さあ行くわよ。任せろ。油断するなよ。おいで。オッケー。これで終わりだ。オッケー、ギガデインめっちゃ下ろ。ああ、で、やったんか。なるほど。これで終わりだ。女王様には近づかせろ。ギガデイン。ならば己の力で止めてみせよ。あ、どこ行った？は？あれ？どこ行った？え？うん。まあそれはいいんやけど。あー、いた。あ、これだった、これあったんや。もう我慢できないわ。うん。やあ、もう。忘れて。オッケー。どうだ。忘れて。忘れてじゃない。忘れて。オッケー。覚悟しなさい。ちゃんと捉えとるよ。うん。捉えてますよ。ギガスラッシュ。ギガスラッシュじゃん。おお、向こうまで行った。マジか、全員必殺技使い切った後やね。さてここからどう戦っていくか。これで終わりだ。リガデインじゃん。任せたぜ。おう、お前さ、そんな歩いて、そんな歩きで、普通にクリティア以上のとこまで行けると思ってんの？よし、じゃあギガギデインライブしたぞ。おい、ヘイ、リクシャイ。王様、こやつ。あんなとこまで行った。どうだ。オッケー。はい、今オッケーじゃなかった。うん。これで、マジか。どうだ。わあ、ちょっとずつ与えられてる。行きます。うん。あ、行きどうだ。女帝の裁きを。オッケー。女帝の裁きを。あれ。行こう。どうだ。全然食らわん。任せて。
どうだ、どうだ、どうだ、これで。あ、なんかちょっと結構強いぞ。うん、ユーランが。え、嘘。え、何？その強さに免じて一旦引くとしよう。後の楽しみが一つ増えたな。マジかよ。強き者たちよ、さらなる強さを求めよう。次に戦えるのを楽しみにしているぞ。マジで強すぎやろ。やったのかしら。やってはないな。ああ、とりあえずはだけどな。敵にはあんな強いやつもいるのか。そやね、魔物たちは逃げ出した。うん、なんとか、うん。上出来ね。上出来なんや、これで。敵の親玉は倒されんかったけど、うん、助かったぞお前たち。なるほど、うん。結果についてだが、どのような結果でも打ち破ることのできる特別な呪文がある。うん、マジャスです。うん、解くのに使ってですね。じゃあ女王様、私たちと一緒に電車みたいに行きましょう。スプレー呪文をやりたいところだが、今はわらわらとクレティアを離れられない。いや、お前たちにこれを貸してやることにしよう。ラゼルはマジャスティストーンを手に入れた。ちょっと待って、うん、同じ効果発動できる。ただしこれを使えるのは魔物にかけられているのだ。お前たちの中に魔物はおらぬか。おるよ。ほい、ほる、ほいみおるよ。みんな人間だよな。ってことは俺たちには無理じゃない。ヒメロンがいるぞ。お、え、僕、そんなすごいこと僕にできるかな。ふむ、やや魔力が弱そうだが、問題あるまい。発動までには少々時間がかかる。集中して念じ続けるのだぞ。念じる念じる。了解であります。我が家に任せるであります。おそらくこれで月下の席へ進めるだろう。ゼビオンと双子の王のことくれぐれも頼んだぞ。おっしゃい、戻ろう。いいね。今回はまあこれぐらいにして終わりましょうかね。じゃあね、まあこれぐらいにして終わって、うん、またね、次の時2つ行ったんでね、バトルここで終わって、次ね、ホミロン話しかけていきたいと思います。それではご視聴ありがとうございました。一応ね、ツイッターアカウントの方と、まあチャンネル登録の方ね、